上野動物園のジャイアントパンダ、シャンシャンは、今日で誕生から半年です。体重も 12.3 キロとなり、来週からの一般公開に向けて、人になれるための訓練が行われています。6月12日に生まれたシャンシャンは、今日で生後半年となりました。公開された映像には、部屋の中で元気に遊ぶ様子も映っています。体重も 12.3 キロとなり、順調に成長しています。シャンシャンと母親のシンシンの一般公開は19日からですが、部屋のシャッターを開け、人になれる訓練も行われているということです。一方、観覧の抽選には、昨日までに23万組以上が応募しました。また、上野動物園では今日から園内の全面禁煙が始まっています。